クリスチャンミュージック界に新しいレーベルが誕生しました。その名もコーリングレコーズといい、クリスチャンロック専門のレーベルです。先週末8日土曜日は同レーベルから第1弾アルバムコーリングフロムユーがリリースされ、この日所属バンド5組が集結し、下北沢のライブハウスボイスファクトリーにてコーリングフロムユーボリューム1レコ発記念ライブが開催されました。ちなみに同レーベル立ち上げの経緯は、昨年アメリカからの音楽スポーツイベントエクストリームツアージャパンに彼ら数人が参加し、共にツアーを回ったことからでした。その時に福音を語るのにも土壌が耕されてないんですよ。日本人の心の土壌って言ったらいいんですか。聖書の中にあるように、悪い土地にまかれたらもうすぐ芽が出て育つ前に鳥が食べたり干からびたり茨が塞いじゃったりしちゃう。もうみんなそういう状態なんだな。全然でも音楽を通して伝える時に、そこに少しこの聞いてみよう、この人たちの言うことを聞いてみようっていう、そういったこの変化が現れてるんですよね。それを考えた時に僕は神様から耕さないといけないんじゃないかっていう迫りを受けて、まず耕さないといけないんじゃないか、そう思ってた矢先にミキ君の方からレーベル立ち上げましょうっていう。会場時間が近づくと皆入り口に集まり、バンド紹介をしながら顔合わせをし、最後は祈りを持って心を神へと結集しました。それでは当日のライブの模様とともに、コーリングレコーズのアーティスト5組を紹介しましょう。トップバッターは熱き涼ウィズジーザスモードのステージ。その名のごとく熱い男ボーカル涼さんの独特な世界観とハイトーンボイスに一気に引き込まれます。一応形としましては、クリスチャンヘビーメタルっていうのが熱き涼ウィズジーザスモードの、まあ、一応ジャンルって言いましょうかね。その中の、世界で一番初めにですね、クリスチャンヘビーメタルをやりましたストライバーっていうアメリカに健在する今もまた、ね、現役のバンドなんですけども、そちらの影響を受けた、まあ、人たちが集まったっていうような形のヘビーメタルっていう、まあ、ロックなサウンドと神をテーマにしたっていう、まあ、そちらの内容をですね、まあ、独自のやり方ではありますけども、ちょっとお伝えできたらなと思いまして。ロックとは生き様だと断言する熱き涼さん、心に感じたままに自然体で自分らしく表現したいとの言葉通り、個性あふれるステージで観客を魅了しました。続いてはジーザスモードでもギターで参加していた中峰隆弘さん率いるイマリトーンズ。日本初のクリスチャンヘビーメタルバンドとして、激しくしかし真剣に純粋にキリストを届けます。俺たちのふるさとは天国だと歌うホームタウンや、平和を願った曲 GU など全6曲を通し神の愛を叫びました。コーリングレコーズ立ち上げメンバーの一人でもある中峰さんは、クリスチャンロックの仲間と出会える場として今後広く用いられることを願っています。最初僕たちがクリスチャンロック、クリスチャンヘビーメタルというものを始めた時には、なかなか同じようなこうロックバンドに出会えなかったんですね。だからすごく孤独な思いをしながらやって、いたんですけども、そういった中で同じようにクリスチャンロックというカテゴリーでこう成していくっていうしっかりしたものを持った他のバンドたちと出会って、それでこうやって力を合わせるということができたということは本当にすごいことなので、これからどんどん広がっていったらいいなと思ってます。3組目に登場したのは、他と比べると少し落ち着いた感じの3ピースロックバンドインディケーター。誰もが共感を覚える歌詞を、時に元気よく、時に優しく、時に切なくメロディーに乗せ、聴く者の心をロックで癒すインディケーター。彼らの曲が指し示す先にはいつも愛と希望が輝いています。インディケーターというのは人を導くものとか、そういうものを指し示しまして、結成は2009年の9月10日とある賛美集会をきっかけにその3人でやり始めました。
ここに来て何かが自分の中で変わったと、そういった一日にしてほしいなと思います。大原慎一さん率いるソルフェイは英語でソウルオブフェイスと表記され、そのロックはまさに信じる魂の叫び。ステージに立つなり全身全霊でゴスペル、福音を叫びます。彼の楽曲のこだわりはその歌詞にあるといい、常に伝えたいことが聖書の御言葉を通して示されないとお蔵入りにするほど、ロックでキリストを伝えるという使命に対し誠実に向き合っています。自分たちでは福音を伝えるロックバンド、ゴスペルロックバンドをつうので、音楽的な意味じゃなくて精神的な意味でゴスペルなんですって言いながら、いろんなところで都内ライブハウスを中心に活動を今しております。そのロックを好きな人たちに福音を伝えたい、神様のことを伝えて、もっとセックスピストルズみたいに I am anti Christ とか言ってるだけがロックじゃねえんだぞと、神様は信じるロックもあるんだよっていうのを伝えていきたいなと思ってますね。この日トリを務めたのはクロッドでしたが、実は彼らにとってこれが最後のライブとなりました。解散を知ったファンや友人たちも駆けつけ、超満員となった会場で名残惜しい気持ちは吹き飛ばし、これまで支えてくれたみんなと神様に感謝を捧げつつ、新たな旅立ちに向けたラストライブを全力で披露しました。とにかく今日は全部神様に捧げる気で来ました。今まで6年間いろいろありましたけど、今日ほどやることが明確な日はないというか、あとは全部神様にもうお返しする、で今までやってきたことを全部ぶつけるっていうこともそうなんですけど、今までできなかったことも全部ぶつけて、終わりたいなと思っています。こうして新レーベルコーリングレコーズ主催のレコ発記念ライブは盛況のうちに幕を閉じました。クリスチャンロックを目いっぱい楽しんだ来場者の皆さんは、彼らの今後に大いに期待しています。今日のコンピレーションアルバムの発売記念で本当にレーベル立ち上げておめでとうございます。私はクロッド の応援できたんですけど、クロッド6年間最初から応援してきたんで、ちょっと寂しい気持ち、でもこれからも頑張ってくれると思いますので応援してます。神様の愛を音楽を通して伝えている姿がとても素晴らしいなと思って見ていました。楽しみました。すごい楽しかったし、また来たいと思いました。また、体験したいと思います。はい、応援していきたいと思います。頑張ってください。一つ一つ個性があって、面白いなって思いました、ね。あと僕自身もクリスチャンのバンドをやっているので、今日5バンド出たんですけど、すごい刺激受けてるんですよ。ザ・クルセイドって言います。このコーリングレコーズから発売されたアルバム第1弾コーリングフロムユーボリューム1は、以上5バンドが2曲ずつ提供した全10曲が収められたお得な1枚です。特に今回ライブに参加できなかった方は購入してみてはいかがでしょうか。ロックロックロック尽くしの1枚になっております。伝道に、そして、日々の活力にぜひ私たちの力あふれるロックアルバムをぜひ、ね、お買い求めくださいます。よろしくお願いいたします。